きっかけはですね、もう本当現場のスタッフから出てきたもので、こういうのをやりたいと、まあ、今高校生に人気な競技っていうのがやっぱバスケットボールっていうところで、だからそのバスケットを盛り上げたいというところから、高校生を巻き込んでちょっと大会を主催したいんだっていう声が出てきたんですね。あ、でもやったらええやんということで、実現できたのがこの大会ですね。でチームはですね、これも、まあ、プロジェクトのメンバー中心に声かけを多分していってくれてるんですけど、B リーグのユースチーム4チームと高校の部活動のチーム4チームですね。だからエリアもバラバラです。千葉だったりとか東京とか、高校の部活動4チームと B リーグのユース4チームで戦うっていうのでやりました。まあ、私も後で報告受けてるんですけどね、B リーグの演出をしてるパワーボイスさんっていう、業者さんにお願いをしてるんですけど、なんとそこに卒業生が何人もいて活躍してくれてるっていう、まあ、それが今回ご縁があって、まあ、B リーグもオフ期間っていうところもあって、まあ、DSR でちょっと相談させてもらったら、じゃあ一緒に盛り上げましょうよっていうことで賛同してくれたっていう、すごかったですよね。はい。まず一つはこの大会の運営を一緒にしてくれた学生たちで、まあ、メインはスポーツビジネス科っていう学科があるんですけど、そこの学生たちと選手が怪我した時とか怪我の予防とかストレッチも含めて、まあ、トレーナーステーションっていうブースを開いて、まあ、トレーナーを目指す学生たちがそこで対応するっていうので今回はサポートに入ってもらいました。いや本当になんていうんですか、現場で自分たちが企画した大会で運営をしてこう選手をサポートするっていう、まあ、在校生にとっても非常にいいイベントだったなって思います。一言だけお願いします。大成功でした。すごく良かったです。楽しかったです。試合がとても面白かったです。八千代台が優勝できて良かったです。 TSR でまあ、お世話になってるというか、学生がトレーナー派遣で見させてもらってる葛西第三中学校ってあるんですね、まあ、そこの監督さんとかコーチに声かけたら、ぜひちょっと一緒に参加したいですってことで、まあ、本当ボランティアというか中学生60名来てくれて、モッパーとかね、あとアルコール消毒とかいろいろしてくれました。いやもうね、もうすごいなっていう、一言 で私自身もバスケットずっとやってたんで、その身からするとこの高校生の16、17、18のこの、ね、年齢でプロが使う体育館を使ってやれるっていうのはね、本当すごいことだなって。スタッフがこう声を上げてやりたいって言ったものがまずできた。なおかつ選手たちがみんな楽しそうだったというか、この大会がこの第1回目で終わるんではなくって、やっぱり第3回、5回、10回、まあ、100年続きますようにって思ってます。